ことあるかな。ツーオール知ってるよ。リデュースとリユースのことでしょ。私たちのちょっとした行動がゴミを減らすことにつながるんだよね。さすがはミクちゃん、地球に優しいツーRのライフスタイルたっぷり見せてもらうよ。ちょっとお茶でもしていこうかな。いらっしゃいませ。お一人様ですか？はい、そうです。中へどうぞ。いらっしゃいませ。本日はどうなされますか？ホットコーヒーお願いします。かしこまりました。これにお願いできますか？お預かりいたします。マイボトルに入れてもらえば余った分を持ち帰れるし、好きな場所で飲むことができます。市内のご覧のお店をはじめ、いろいろなお店でマイボトルを利用できます。お待たせいたしました。ありがとうございます。冷たい飲み物は冷たいまま、温かいものは温かいまま、いつでもどこでも好きな飲み物が楽しめます。お家でマイボトルに飲み物を入れてお出かけすれば、お金の節約にもなります。最近ではカラフルでおしゃれなマイボトルが販売されています。持ち歩こうマイボトル。ご覧の給水スポットでは、マイボトルに無料でお水を提供しています。またマイ箸やマイスプーンもおすすめ。お出かけにはマイボトルと合わせて持ち歩こう。今日は何作ろうかな。あ、久しぶりにカレーにしよう。あ、バラ売りがある。野菜は使う分だけ、余って捨てるのももったいないのよね。あ、じゃがいもも使う分だけ、これでよし。買い物前に冷蔵庫を確認。買いすぎはゴミを増やす原因。バラ売りを積極的に活用して、無駄な買い物は避けましょう。また詰め替え商品などを積極的に利用すれば、ゴミの減量に役立ちます。不要なレジ袋を使わなくても済むように、普段からマイバッグを持ち歩くようにすれば、急な買い物でも安心。実はレジ袋などのプラスチックゴミが海の生き物たちに迷惑をかけていることを知ってましたか？海に出たプラスチックゴミは海流に乗って拡散し、非常に長い間自然界にとどまり続けるため、生き物に大きな影響を与えてしまうことがあるんです。またプラスチックゴミを生き物たちが餌と間違えて食べてしまうことがあります。食物連鎖を通して有害物質が次から次に蓄積される恐れもあるんです。よいしょ。これももう着ないかな。これ捨てるのもったいないな。誰か引き取ってくれないかな。着なくなった服やタオルなどの布類は、新聞や雑誌と一緒に出すことができます。出された衣類などはそのままリユースされたり、自動車の内装材や
工場などで油を拭く雑巾にリサイクルされます。クリーニングや洗濯は不要です。自宅で保管してある状態のままお出しください。また封筒やメモ用紙などの雑紙も雑誌と一緒に出せます。小さいものは落ちないように封筒などに入れ、雑誌と一緒に縛るか紙袋に入れて口を閉じて出してください。生ゴミなどの水分を多く含んだものは絞って水を切ってから捨てましょう。またプラスチック製容器包装や紙製容器包装は資源です。マークを目印に分別をお願いします。これはスマートフォンを使って手軽に分別方法を検索できるアプリ 3R。 ゴミの収集日をお知らせしてくれたり、ゴミの分け方を詳しく確認することができます。とっても便利だから活用してみてください。じゅんちゃん、カレーできたよ。はい、さあ食べよう。いただきます。いただきます。おいしいね。じゅんちゃんもおいしい。皆さんもリデュース、リユースをぜひ心がけて、スマートでかっこいい生活を。